皆さんこんにちは。今回先手番でやっていきたいと思います。先手番で、うえー、なんだそれは、そんな手があるのか。でもなんか左身の得意戦法って書いてたから、そういうことか。これ棒銀でいかにも潰れそうですけどね。棒銀に耐えれるのか。でもな、絶対耐えれるんやろなというか、その刺し慣れてそうですね。これ見たら絶対棒銀したくなるんで、多分対棒銀の数はすごい刺してるんだと思うんですよね、相手の方。なんかもういかにも刺し慣れてます。でもそれでってこと？それで辛抱しといてってこと？まあでもこれならまあこっちが悪くはないですね、さすがに。悪くはないけど、いいかって言われたらまた別問題。今風って早く仕掛けるべきだったかもしれないな。まあいっか。ちょっととりあえずこっちも囲いに行こう。銀銀が嫌ってことなんかな。まあ飛車浮きでとりあえず受かるんで。右四間飛車で。お株を奪われたか。お株を奪われてしまったかもしれない。でも確かに風とかつくと、銀上がられた時にこの歩が受けにくいっていう話はあるんか。でも歩って同歩同銀、同銀角成、同玉飛車走り歩逃げる。交換しとくか。そろそろ。端歩ついて様子見とくとかの方が良かったんかな。角取って。相手の方から取られると、こう同玉で、ちょっと玉の小瓶が開く形になって嫌だったので、こちらから取っておきます。相手の方がここで止まってるのは、同玉の方が自然なんですけど、形的にはそうですね、同玉の方が自然なんですけど、これ銀取って同歩に割り打ちの銀があるので、それがちょっと嫌だったっていうことだと思います。だから同金も考えてたと思うんですけど、まあ、同金はさすがに形が悪すぎるんで、まあ、差し切れなかったのかなっていう、そういう流れかなと思います。まあ他にもちょっと理由あったかもしれないんですけど、飛車走って歩に受けとく、引いとくと。で、まあ、いいタイミングで割り打ちを狙うと。まあ、急がなくても結構、この割り打ちって受けにくいと思うんで、なんかその急いで打ちに行かなくても、いいタイミングで打ちに行けばいいかなっていう感じですね。あ、埋めといて。埋めでね。埋めのみってことか。そういうことではないけど、まあ、これ打つんかな？打つか。これ銀も手筋であるんですけどね。銀打ちって飛車寄られると銀が詰んでるようなんですけど、角打てば飛車金両取りかかるんで、銀には、縦に逃げると、ここに逃げると銀成りで、次、成銀寄っていじめる手がありますし、銀に受けば角で飛車が詰む。銀にここに逃げれば、角打って角成りを狙うような感じ。でもそこで角打たれると受かっちゃうから、銀打ちは、ちょっとやりすぎなんかな？まあでも、銀打って、飛車ここ逃げたら角打つ手が、あるかな、ないか。いや、なんか次、香車取って同飛車に銀なれば、飛車が詰むんですけど、ちょっとな、狙いすぎ感もあるから、銀打ちの方が自然かな。でも、寄って銀なり同金の時に、意外にどうするかが難しいんですよね。角打って飛車寄られて、っていう感じで。決め手がというか、なんか、はっきり良くする手が、わからない問題が、今、まことしやかに、ささやかてる。角打って逃げて銀で逃げて金取る。それは駒損やし嫌よな。銀打って逃げて角は角。あ、でもそれ、歩打って逃げて歩で、なれるのか。銀打って逃げて角打って角打つ。歩突く。金引く。歩突く取る。いやー、まずいか。いやー、銀打っとくか。悩んだ挙句に銀打つ。でもこれを、全然先が分かってないからな。そう逃げられて、銀なり同金で。角打ちにが手筋なんですけど、飛車寄られた時が、こっちの持ち駒、金だと結構攻めつなげるのが大変な気がするんですよね。いやー。まあ、こういう時は、相手の方も刺す手難しいでしょと見て、端歩ついとくか。もうパス。動いてもらって、どうにかする。これ結構、
相手の方としても嫌なのが、歩ついて桂とか使いたいんですけど、歩つくと角打ちが飛車とこう馬なる手を見せられて嫌とか、そういうところがあるんで、うん、角打ってきましたね。角打ちはまあ銀上がって受けるか。でも歩つき嫌かな。で金で上がって補強しといてどうですかね。歩つきなら金打ってこう角と歩の両取りをかけていくスタイル。ああ角打つ、角打つじゃないわ、歩つくか。角で逃げて馬作るのはこっちの馬がそんなに働いてないと見てるんですかね。でも結構嫌な気もするけどな、相手の方からすると。角はやっぱり寄られて微妙。打つか、打って、うん、どこに逃げてくるか。ここに逃げて、あーそこか。まあこれはなるかな。歩ついて同歩同飛車がなんか馬とこう利かせて嫌なんですけど、馬引いた手が飛車取りとこう馬ここに、はい、すり込む手を見せて、ちょっと相手の方としても気持ち悪いと思われる、思いたいので。でも銀か、でも馬狭いか、確かになんか馬狭いな馬狭いですね。でも分かった分かった分かった、これ歩、歩じゃない、馬引いて、あーそうかいや歩ついてもらったら馬入った手がこう玉頭を利かす手になって厳しいかなと思ったんですけど、相手の方はそれをきっちり警戒して、すぐはついてこなかったですね。いや嫌な手を、嫌な手を指してくる。次歩ついて逃げて、あ違う、銀出て馬で歩で馬が詰んでんのか。まあそこで金打ちとか切り返しはあるけど、ちょっと嫌な感じかな。何をどうさせばいいんやろ、何をどうさせばいいかがよくわかんない。金寄って固めとく、歩で、じゃあ銀で逃げて歩なら金打って飛車と歩の両取り、なんか固めとこう、固めとこう。7筋8筋6筋あたりを。まあでもちょっとな、なんかこっちからリードを奪いに行ってる手じゃないんで、なんかなんかな、なんだかなっていう感じはあるんですけど、あと馬が詰みそうやっぱり馬作りに行ったん微妙やったんかな。あー歩ついてね、まあ同歩同銀しかない、しかないことはないか。でも同歩同銀で馬入ってここにやっぱりもう一回入る手を見せるのが結構厳しいんじゃないかという気もしないでもないんですけど、それでいくか。同銀なら出て歩打たれて拠点作られるのは嫌ですけど、銀引いてまあ壁になるのがすごい嫌なんですけど、ただまああと一押しあるかって言われるとない気もするんで、あと一押しがなければまあこっちとしても、うん、まあかなまあかなって意味がわからんけど、なんかガキの使いでなんかまあってありましたよねあれあれなんやっけ、まあいいや、ココリコだったかな、なんかあったと思うんですけど、あついてくれる、ついてくれるのはありがたい気がするけど、でもこれ相手の方はつかないと、歩打って同飛車に歩打って飛車が逃げた時に銀を取るっていう手があったんで、つかざるを得ないっていうことだと思うんですけど、これ馬入る手が絶品チーズバーガー、あーね、なるほど、ここには居座らせてくれないってことですね。そっか、でもこれ一応金打ちがあるんですよね。馬に紐つけつつ、同金なら馬引きで詰みなんで、金には多分もう馬取るしかないと思うんですけど、同金でまあ飛車を奪い去って次飛車打ちから寄せる手を見せていくと。ただその瞬間角と手番を渡してしまうんで、どうか。あと悩ましいのがこれ馬引いた手がここで馬逃げとけば、馬引きが飛車銀両取りの筋が残って厳しい手になりやすいので、うーん、馬を逃げればそれを狙えるっていうのも悩ましいところですね。これどっちやろう。いやでも飛車中としてはやっぱり飛車をもらいに行かないとしょうがないよな飛車中としてはやっぱり飛車が取れるのにその順に踏み込まないっていうのは飛車中の流すたるんで、これは取りに行かないといけない。飛車中の流すたってしまう。これは、うん、飛車取るしか受けがないと思うんですよね。
金かわすとかも馬引きはダメか、飛車成りで詰みなんで、で次放っておくと金取る手があると。飛車で馬取った時に飛車取る以外で寄せる手があればいいんですけど、まあないですね。まあ、これは同金しかない。一応飛車が次銀取りとこう相手玉を睨む手になるんで、それでどうかって感じですけど、でも飛車に銀紐つけられた時がよく分かってないけど、とりあえず打つか。意外にこの銀取りがそもそも受けにくいっていう話もあるかもしれないというか、そうであってくれれば嬉しいんですけど、いやそうであってくれれば嬉しいけど、そうでなってくれない可能性が結構高いかもしれないから困ってるのかもしれない長い、長すぎる、長すぎる文章。これどうなんやろう。結構こういう時はこっちの持ち駒に何があれば相手玉寄るかなって考えるのがよくて、で銀があればここに銀打って逃げるしかないんですけど、金ボロッと取って詰み筋なんで銀が欲しいんですよね。で銀がどこに落ちてるかっていうと、まあここですけど、まあこれはちょっと無理そうですね。これはまあ桂馬で狙いに行く手はあるけど、桂馬跳ねた瞬間に角成られるんできついと。だからこれを狙いたい気がする。これを狙うには甲府で狙いに行ってどうかな。同歩成同銀で、同歩成に同銀で歩打ちに無理やり銀ぶつけて、ちょっと壁銀を解消しつつ銀を狙いに行くと。まあ銀がこの銀がこう行っちゃうとこうなられちゃうんですけど、まあその隙を与えずに寄せに行く感じで行くっていうのと、まあなられてもすぐ詰むとかではないんで、どうかなっていうところで銀出てどうですかね。これでもな、多分引いてくるんですよね。そんな気しかしない、そんな気しかしない今日この頃。同銀同歩は相当嫌だと思うんですけどね、銀打ち見せられて。まあでも同銀同歩に銀埋めて粘るっていう話もあるから何とも言えないな。あーそっちでしたか。これ銀打つんじゃないかな。あそっちにね、そっちは歩が痛いんじゃない？あ、でも銀引きで飛車詰まそうってことか。でも歩なって取って同と。それどうなんやろ、飛車打ち銀。飛車詰まされんの嫌かな。やっぱ飛車中としては飛車を詰まされるのは許しがたい行為か。銀打てば銀引きがなくなってるからっていう話はあるか。ここに歩を打った方が角逃げて銀取るっていう手がスムーズに、ね、狙えるんで、歩の方が効率いいんですけど、歩は銀引かれると無理やり飛車を詰まされる手があって、飛車渡しちゃうと飛車の王手が結構厳しい気がしたので、ここは我慢と。一回歩つくかな。銀成りは同角なんで一回歩ついて角がこっち行ってくれたら銀成りで、同銀って取るとこう飛車が通ってきて角打ちが厳しいので、だから引いてくると思うんですけど、まあ引かせることでちょっと攻めに効かなくなると。ただ銀成り同角歩はやっぱり銀引きで無理やり飛車取りに来られるよな。いやなんかいい感じの手欲しい。オラにいい感じの手を分けてくれ。同歩は？いやーゆっくりしすぎかな。同桂同銀歩か。いやーちょっと待って、分からずに取っちゃった。歩で銀引き歩なり、いやーちょっとなー、ちょっとなーこれは嫌な予感がしてきた。嫌な予感がしてまいりました。これ銀引きでよく分かんないですね。まあでも駒得大きいからさすがに形勢はいいと思うんですけど、銀引いて歩なって取って同とが角銀と飛車の交換なんで、まあ一応部分的にはかなり駒得できてるのでいいとは思うんですけど、そうですよね。飛車なりでいった方がいいのかな、まあ、歩なりかな。で取って同、あこっちか、間違えた。こっちの方が近かったですね、と金が相手玉に。まあしょうがない、刺してしまったものは。いやー取り込まれてね、嫌だね。取るは遅い。飛車に銀埋めて、飛車は銀埋める。で銀に歩受けて、飛車の横利きがあるからなんとか受かっててほしい。てか相手玉ってこれどうやって寄せるんやろ。相手玉ってどうやって寄せるんですかって聞かれると、ちょっとそれは無言にならざるを得ない。この金邪魔、
この金おらんかったら銀打ちで、ああそこに放り込む手があんの。足りてんのそれ。まあもう取るか、わからんから。で桂跳ねってことですよね。でも川桂跳ね桂打ち、いやどんな声な、どんな声出してんの。あ桂打ちが痛いかな。桂成り同金銀とか見せて、いや何が早いんやろ、何が早いかが、あじゃあ桂馬持ってないねんって、桂馬持ってないねんって、桂馬持ってないものが見えちゃってるよ。見えちゃいけないものが見えてる、見えちゃいけないものが見えてしまってる症候群。なんか攻防に角置いとくか、桂成り同角でなんか切る手も用意しつつ、自陣にも効かして、あ桂成り同角しかも飛車取りなんですね。それはなんかちょっと元気が出る要素ですね。桂成り同角でも飛車成りがまた飛車取りなんですよね。あ一回でもこれ同金は同金同角成に飛車取れますけどね。それでいくか。でも同金で飛車なってくるとかそういうテクニカルなことされると困ったけど、これは取れたからとりあえずよし。でも金打ちがわからん、金打ちがわからん問題あるやん、まあ、同角同とか同角同と金打ちで埋めタイムか、埋めタイムで銅とか詰めろじゃないから飛車打ちで攻め合った方が良かった説あるけど、角打ちで積んでたから危なかったか説があるかもしれないね。長いね、長いね、長いねって。飛車銀打ちの詰めろ、金打たれてよくわからんけど、とりあえず詰めろ、とりあえずのろ、とりあえずのろ、とりあえずのろで、これ同金飛車成りから詰みそうやけどな。でも詰ましきる自信がない。こういう時藤井聡太大先生が乗り移ってくれれば私も勝てるのですが、私も詰みかな。さすがに同金してないと桂馬逃げて銀、いやさすがに詰ませる気がした。だから相手の方も同銀できたと。しかしこれはベタベタなんか適当にというか適当に打っていけばさすがに寄り形じゃないかな。これは次、桂成りからのちょっとややこしいんですけど、詰みを狙ってますと。いやーでもそっか、角で抜かれんのか。桂成り同金、同飛車成り同玉、歩叩き。角成りの時はまあ、同歩しかしょうがないかな。詰みもあってもおかしくないけど。詰みがあってもおかしくなかったけど、ちょっと詰ましる、切る自信がなかったよね。ひえー、そっか。同金、同飛車成り同、いやー、ちーっぬ、な、どういう声ですか、それは。いや、でもこれ詰めろかな。いやー、相手の方も、受けてくる、うめうめで。そう、こっち時間がないですからね。時間がないので、そう、うめうめで来られた時に、これ同金だと思います。同金同飛車で多分、刺してくる。それがね、でも歩で寄って大丈夫かな。いや、どうやろう。これは、形勢はいいんですけど、寄せ切れるかが問題ですね。時間内で。桂馬埋められて。桂馬埋められた時が、わかんない。わかんなす。わかんなすです。角打って寄せに行こうとしてます。これは詰めろでしょうか。多分詰めろなんですけど。だいたい詰めろでしょう。これが詰めろじゃないことは、将棋の歴史上。ないはず。いや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 、銀打ちから多分詰む。同金同飛車成同桂同角成同玉、桂馬打っていけばまあ大体目分量で詰みでしょう。金銀6枚ありますからね。金銀6枚あればさすがに目分量で詰み。飛車はまっすぐかわすか、飛車こっちかな。飛車かまっすぐかわすと角がなんか攻防になりそうで怖いんで、飛車こうで、いやー、これ角が効いてるから詰まんって可能性が出てきてるから怖い。角が効いてて詰まない可能性怖いよ。さすがに大丈夫だと思いたいけど。大丈夫かなー。桂馬で。いや、さすがにかわしてるか。いや、かわしてないか。こっち上がられた時に。ひえー。やばい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 。かわしてないわ、これ。でも逃げて金で逃げて金。いやー、ちょっと待って。かわしてないじゃん。かわしてないじゃん。
うわー、これ大手ラッシュ来られて負ける。大手ラッシュ来られて負ける。うわー、そっか、そっか、黙る黙る。てか飛車で詰み合駒は。いやー、そっか、そっか。いやー、これ金合しちゃうと余計詰み、余計詰みだ。余計詰みって意味わからんけど、銀で逃げて金取られて詰み。耐えろ耐えろ、耐えた耐えたけど、ちょっと待って、耐えたけど時間が、時間が、あー耐えた最後積んでましたね。まあちょっとそこを含めてソフトで見てから感想戦していきます。というわけで感想戦なんですけど、これ最後の方ですね。これ切られた局面があったんですけど、ここは銀、角の方が、まあどっちでも一緒か、角打って逃げて金取られる手が痛い手で、同銀に金打たれたら積んでましたね。だから最後は負けに入ってましたね。で、これややこしいのがというか、これ途中こう金打って角取った局面あったんですけど、これ積んでたみたいですね。これ積んでんのかっていうのも、なんか変化がすごいあるんですけど、金打って、まあ例えば逃げたら叩いていって、で同玉なら叩いていって、こう逃げたら叩いて、これ同玉は腹金で積むで逃げるんですけど、銀打って逃げて、金打って逃げて、金打って逃げて、すごいタワーができてますけど、これで金とかが、まあ一例で積んでたみたいですね。いや、なんか今通知が来たけど置いといて、いや積んでたのか、なんかもうわからないけど、とりあえずどんどん大手していくべきでしたね。でもわからないのにな、大手していく勇気もないから、だからまあこれ大手していて詰ましに行けばはっきり勝ちだったみたいですね。で、今回の将棋はまあ相手の方の作戦がすごい珍しい作戦でしたけど、こっちの棒銀がうまくいってずっと右肩上がりでさせてましたね。ちょっと途中ややこしいところとかもあったんですけど、まあこっちの形勢が悪くなることはなくて、まあずっとこっちが良かった将棋でした。だからあそこを、今詰み紹介したと思うんですけど、こちらのというか相手玉を詰ます手順紹介したんですけど、あれさえさせれてればまあ割と完勝だったかなっていうところはあります。まあ途中微妙な手もあったんですけど、まあそんなにこっちが悪くなったわけじゃないので、まあここで角取らずに詰ましていければまあ割と完勝符だったかなっていうところですね。あー、でもな、難しいよな。なんか広くてスルスル逃げられていきそうなところでもあるんで、でも金銀4枚の持ち駒の力を信じればよかったか。金銀4枚は偉大ですからね。ちょっとここが反省ですけど、まあ最後はまあ時間が大きかったようなところありますけど、まあなんとか勝ててよかったです。